もうもうゲームの世界のもう世界で活躍するトップの方と、まさに日本のまさに世界で起こる GT とかで活躍する方々が共演をしていく、なんかすごい時代、そんな時代が来たんですよ。ねえ、社さんご想像できました？ご自身が本当に走り始めて、まあ、一昔前、10年前じゃ絶対に想像できなかったことだよね、はい、それがやっぱりそのゲームの技術がものすごく上がってきてリアルに近づいたことによって、はい、こういう場が設けられたっていうことだよね、このしかも融合をみんな多分結構疑問視してたと思うんですけど、こんなに噛み合うのかっていうのもすごくないですか？改めて幅、車の面白さの幅広がりましたよね。そうだね、今までやっぱこうジャンルが違うからっていう色目で見てたんだけど、うん、それがやっぱりすごくこう近づいたよね、はい、いや本当にこれからもっといろんな面白いことが、ね、車ができそうだから本当にこの番組を通して楽しみなところで見つけてほしいですよね。そうですね、はい、さあこちらの番組3月19日の23時ですね、夜の11時から BS 朝日さんで、まあ、E ジェネレーションということで、はい、革命がまさにここで起きるので、はい、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。皆さんルーツチャンネルの登録お願いします。